後悔してますよ、めちゃくちゃ。すごい後悔してるよ。操作忘れた。R ボタンで、あれか。ダッシュで、で、L ボタンで、スニーク。こっちじゃないや。外へ行く。で、こんな音不気味なんだ、本当に。で、田んぼの方に行こうって話をしてたん、あ、待って、投げちゃった。待って。プラスだね。田んぼの方に行こうって話をしてたので、あ、そうだね、左上に出てますね。なので、どうにかして田んぼの方に行きます。芯の方はしばらくやらないです。芯の方はやんなくていいかなって思ってんだよね。やんなきゃダメかな。いや、いいでしょ。どっかにいる、どっかにいる。はい、怖い、マジで。あ、いるね。待て。これ左じゃない、右行け。あ、ねえ、待って、そういう感じ。どういう感じ。あ、待って。ビビ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 ビ
ねえ待って待って、あ、ちょっと待って、多くないですか多くないですか多くないですか、いつまで追いかけてくんだよ。あ、踏切の音が聞こえてきたね。自動ワープ、あ、自動ワープ使えばよかった。え、ちょっと待って、今ムービー中です。ちなみに、いけないじゃん。え、いけないじゃん。まだいけないの？なんでさっきチカチカってしたの？あ、お化けいっぱいいたよね。はい、すいません。こっからだ。もうやだってしちゃった、やだってしちゃった、間違えちゃった。シーンやんなくていいでしょ、まだ私の精神持たないよ。だって田んぼ行けなくね、空き地の方から回ってかなきゃダメ。これどうやって行けばいいんだろう。空き地、いやでも空き地の方から行けないよね。こっちの空き地の車があったところの裏側の道から行ってみる。どうしよう、わかんないんだよね。自動ワープ使うか。ああ、ここまでしかないのか。どっかの記念枠で、ああそうだね、僕らがついてるから頑張って、ありがとう。あ、いるねいるね、わあいるね。ちょ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 、え、今亀返しなかった。いっぱい心臓音、心拍音がする。どっかの記念枠ね、まあ、いつかやりましょうや、あ、連続ではやらない、私の精神が持たないので。あ、馬だ。思い切って踏み込むに、あ、飛び込む、 A ボタンとか押してなかったよ。待ってね、何隠れてしまったか。これさ、多分ずっと居座るやつだよね。あ、ちょっと遠ざかった。今だ。これさ、こっち行けばいいか。こっち行ったことないもんね、多分ね。お父さんないここらへん。行け。こっちはこっちで行けちゃうのか。でもなんもなさそうだね。特にハテナも出てないし。あ、でもこっち行けんのか。うわー、なんかいるじゃん今。見た？
見た？今の。何の音だよ。さよならですね、ここはね。いけませんね、あそこはね。じゃあ、こっちか。あ、ちょっとなんか見えたね。少しだけ。こっち側から行けんのかな？行けなそうじゃない？行けんのかな？ちょっと！怖い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 。ツーツーツーじゃねえ。あ、なんかさ、これってさ、サブストーリーみたいのあるんじゃなかったっけ？そういうの、ちょっと聞いたことがある気がする。いるね。あ、芯はないんだっけ？芯じゃないや。ひまわりはないんだっけ？踏切は結局踏切なのか。ああ、踏切だ。結局ここだ。イヤホンでちゃんと聞いてみんなも。これで A ボタン、あ、いけました。 飛び込むとかじゃなかったけど。あれ、さっきさ、私がさ、さっきじゃないや、前回、石を投げた子がいるよね、あれね。いけた。こっち側とかもいけんの？いけないね。いけましたわ。とりあえずマップ埋めただけでした、今。不動産欲しいなぁ。あ、なんかある。10円ゲッチュ。あ、掲示板もある。峠で若い女性が行方不明になっています。心当たりのある方は、以下の電話番号までご連絡をお願いします。あら。以下の電話番号が書いてないですけど。こっちもある。こっちもあるか。あ、田んぼだ。あ、でもこっち行けないの？あれ、進めないや。ここ道じゃないのか。来ちゃってんのか。あ、お地蔵さんだ。ちょっと待って。気色悪あれ。はい。やばくないこいつ。歯欠けてんぜ。びっくりしたなもう。で、このまま道沿いに進めばいいんだよね、きっとね。エナマーク。ああ、橋欠けちゃってんだ。向こう岸に何かある。ああ、キラキラしてるやつ。でも橋が壊れていて渡れない。これくらいぴょんっていけるっしょ。波打ち際の音。これさ、木がないでる音じゃないの？まあ、波打ち際っぽいけどね。何か代わりになるものはないかな。板が欲しいんだね、これ。まあ、ないんじゃない？あれは空き缶か。うん、多分風の音だと思う。バコンが。わあ、わあ、な、えー、なに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 、だ、え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 、そこ、水じゃないですけどね。水じゃありませんよ、そこ。なんでですか？なんでですか？どうしたんですか？待って。遅れまーす。やばくない？あいつ。水死体。水だけじゃないけど動いてんの。しかもさ、動かなくない？あの子。ずっとそこにいる系？動かない系か。やっば。すごいブニョブニョしてるね。あ、特にないんだ。うわー、なんだなんだなんだ。あ、神社かい？鳥居があるね。お追いかけ、あ、待ってくれるんだね。ありがたい。あ、またいるじゃん。物理を無視する。本当だよね。石ゲッチュ。あー。あー、こいつもいるんだ。え？
橋は、あ、なんかまたあるね。さ、濡れた砂時計。はあはあはあ。はあはあはあ。これが多分さっき。こいついんの？どうしよう。こいつ嫌なんだけど。田んぼのメモ。あ、あったかも。食べたパン。あ、ちゃます。ちゃちゃちゃす。ノートを開く。メモじゃ、濡れた骨でしょ。これ違うね。抜け道じゃなくて悪口じゃなくて真っ赤なテスト用紙じゃなくて、濡れた砂時計さっき拾ったね。ピンクの砂の砂時計。湿ってしまってひっくり返しても砂が落ちない。ああ。カビたパン。石みたいに硬くてふわふわの黒いカビが生えてる。触るな、そんなの。触るんじゃない。あ、田んぼはメモじゃなくて、あれか。掲示板に書いてあっただけかも。まだいるかな、あいつ。いるね。めっちゃいたわ。めっちゃいたから、ぐるって回ってきます。一応、多分まっすぐ進んだ方がいいんだけど、画面左上の方に。消えるんだ。知ってた？これ。拾えなくなった石。マジ？あ、ね、嘘でしょ？嘘でしょ？マジ？これさ。いや、分からん。一回隠れまーす。はーい。これ進行方向に行かれても困るんだよな。あ、でも遠ざかったね。大丈夫だ。これで、こっちは？あ、なんかムービー入った。あ、女の人だ。びっくり。え、動いた。なんだなんだ。一回ちょっと、どこに何がいるか。この近くにはいないか。何の音？ボーンって。特に近くにいるわけじゃない。この辺になんか物あったりするのか。あ、板だ。ちょっとうまく。柔らかい木の板。柔らかいやつか。大丈夫か、それ。ああ、これね。ねえ、待ってんだけど。待ってねー。ぐるって回って、なんか落ちてる。何これ。お金だ。ああ、いけるんだ。何これ、ちょっと。やめてよ。やめ、邪魔。マリカの、蜘蛛の糸じゃないや。イカスミ？思い出したんだけど。いつまでやってんの、これ。ねえ、邪魔だよ。ああ。行きますね、まっすぐ。そろそろセーブしたいな、なんて思うんですけど。思うんですけど。ここに、何？行けないの、この上。あ、ここになんかあるね。特にないわ、こっち。あ、いるじゃん、マジで。どうする、これ。マジで。多分これで大丈夫。あ、ヨテルさん、こんばんは。そう、死んでもアイテムある。あ、じゃあ、まあでもいろいろね、見たいから。これで、今さっき拾った柔らかい木の板を、ここにね、かけてあげればいいんだね。ドキドキした状態のままやめてほしいんだけど。あ、なんかいるじゃん。
なんかいっぱいいる、いっぱいいる。ちぎれたネックレスを拾った。え、なんかいっぱいある、いっぱいある。なになになに？逆に怖い。くすんだ、黒ずんだメモ。メモを読んでみよう。今？なんかドキドキしてるよ、大丈夫？殺される、助けて、助けて、わー、ちょっと待って、なんで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 、なんで文字はみ出てんの？なんで私が死ななきゃいけないの？死んでんの？誰が？誰が？え、ちょっとちょっと進まないよ。進んだ進んだ。あー、なんか来た、なんか来た。あの子か。なになに、どうしたの？どうしちゃったの？動けない、私まだ。そういう感じ、そういう感じ。あ、なんかこれ見たことある、見たことある。うわー、待って待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと。意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。なんで襲われてんの？ねねねねね、待って待って待って、何出してんの？なんでだよ。やだよ、死んだ。理不尽すぎん、これ。こっからかい。理不尽すぎん。理不尽すぎんか、これ。さすがに。なんか棒人間みたいなのいるしさ、なんかさ、吐いたものを投げつけてくるやつはいるしさ、あそこのやつ取らなきゃいけないんだもん、多分。これ取んなきゃいけないんじゃない？泥まみれの鍵？うわ、ちょっと危ねえな。あ、結構緩いかも。結構緩いかも。でも怖い。いちいち。いちし怖い。あ、なんで君もいるんだ。え、しかもなんか、あ、そういう感じ、素通りする感じね。で、なんでなんでなんで、やめてくれよ。あ、そういうね。で、これか。泥まみれの鍵じゃないの。田んぼで拾った鍵、泥に使っていたの、ん？泥に使っていたからなのか、土の匂いが染みついている。鍵が開いた。た。チケットメモ拾って、お地蔵さん。あ、これすごいいい感じじゃない？え、チケットメモって何？あ、ちぎれたネックレスのキーアイテムだね。あぜ道で拾った銀色のネックレス。錆びついて、ちぎれているけどキラキラ光る。あー。え？黒ずんだメモ、田んぼで拾ったメモ、シミのような文字で、返せ、返せと書き殴られている。誰に当てたのかな？書き殴られているって子供が使う言葉じゃないよね。情報が多いね。喋り続けているのが面白い。いや、そうだよ。そうだよ。容赦なさすぎるよね、本当にね。喋んなきゃやってらんないでしょ、これ。危険、立ち入り禁止、この先崖あり。帰ろうじゃ。崖ね、これね。え、なに？ムービー入った、ムービー入った、ムービー入った。ちょ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 。動かない。え、懐中電灯の調子が悪い？はぁ？もう、なんも光んないじゃん。どうすんの、これ。うわぁ、来たー。なんだよ。ちょ、なんでだ、ちょ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 。目の前来た。ごめんなさい。またこの目見なきゃいけない。見なきゃいけないのか。マニュだね。マニュだったわ、今の。くるくるっつって。ムービー、毎回見るのだるいな。はいはい。ミニューバー、やめて。怖い怖い怖い。あ、なんかある。待って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 。若い女性が行方不明になっています。崖から落下した可能性がありますが、崖崩れの恐れがあり、捜索が難航しています。この女の子か。いろいろ嘔吐してくる女の子が、なんでだよ、また来んのかい。ちょっと待って、こっち行ってみてもいい？わかんないけど、早くない？またあれか、真っ黒クロスケ状態。捜索が中断されています。女性は崖から落ちたと見られますが、捜索中の事故があまりにも、ん？あまりに多く危険なため、捜索は中止しています。事故も多いんだ。ええー、ちょっとマニュマニュコちゃんやめて、ほんと。あのウニはさ、どこまで当たり範囲あるんだろう。ちょっとさ、道無視してこないでくんない？
あー、ムービー入った。また前から来た。マニュー、マニュー、マニュー、マニュー。早い、早い、早い。これさ、右もある。大丈夫だよね。ちょっといいんだよね、きっと。なんか、左にあるけど、またムービーです。あ、ちょっとね、ずるいって、それ。ねえ、手だ、かわいい。あれ、なんか、ニョロニョロみたいじゃない？ニョロニョロ。ニョロニョロ。これ、どこ行くの？これ。崖の下か。え、こっちで、ああ、やっぱりそうだ。女の子が倒れてるんだ。椿の花かな？この人は？さっきまで、いろいろ、嘔吐してきた、マクロクロスケ状態の人だよ。え、可愛くない？え、嘘でしょ？嘘でしょ？待って、これかな、これでいいかな。なんかアイテム使えって言われたんだけど、 A ボタン押したらこれでいいかな。ちぎれたネックレスを置いた。すごい、目の前にいるけど大丈夫これ？いいの？え、大丈夫なの？私動かせませんこれ。手可愛くない？手可愛くないです。なんかクリアしましたね。お花調べたりとかしたかったんだけど、何もなかったみたい。てか、見つけたじゃん。行方不明の女性。戻ってきた。だ？花を摘んだ？あ、添えてあげた。優しいね。こんな襲われてたのに。あ、ホケフガさん、こんばんはですの。あの子、目見えてんだ、こっち。セーブしますか？あ、いい感じのところ来ましたよ。一区切りですね、これで。一人ぼっち。お化けはなんで私を襲うのかな？ただお姉ちゃんに会いたいだけなのに。お姉ちゃんに会えなくて寂しいだけなのに。でも死んでしまったお化けたちも、やっぱり寂しいだろうから、お化けにも少しだけ優しくしよう。なんていい子なんだ。なんていい子なんだ、この子は。